インターネットのそれを、一人とかで独占できれば、そこにあるのは物理メディアを、超えたような利便性のそれではある。ただ、それを維持するためにはお金だけ出して、使えない人々がその10倍は必要になるが。それを可能性と言うべきか、視点の闇。貴族、それがいた時代の、その、常識、を現代に求めるそれは大いなる間違いだ、とは思うが。その頃にあるものの、そこにあるものは今でも非現実な衝動を宿すのか。軽井沢にある、ビル・ゲイツ氏の巨大な別荘、とは、少し方向の異なる、異様、そういうのにある、今で肌、非現実な、理想。そういう。金閣寺が富豪のそれ？というには、少しニュアンスの違う未来を目指す衝動。そういうものへの、しかし。日本はなんだか、ふるさと新しさの混在した現在、奇妙な状況にあるのかもしれない。